それでは定例の会見を始めます。まあ、野党共闘の問題は先週市民連合の皆さんと野党4党とで共通政策が合意されたということで非常に重要な一歩前進だと市委員長が記者会見山中層で述べた通りであります。で課題としてはこの合意を踏まえた政党間の協議、これを引き続き私たちとしては求めてまいります。やはり選挙協力を行うためには政権協力についての合意が不可欠だということをこれまでも申し上げてきた通りです。で同時にですね、その野党の統一候補の擁立の協議についても鋭意進めていかなければいけないと思っておりますが、これはもうこれまでも何度も申し上げてきている通りでありまして、与野党の得票が競り合っている選挙区を中心に統一候補擁立の協議を進めていくということが一つですから、よく70いくつこうバッティングしているという報道ありますけど、それ全部一本化するということは、これは私どももあるいはその立憲民主党など相手側も考えていない、競り合っているところでまとめていく。で同時にですね、その場合であっても我が党の方が一方的に下ろすということはいたしませんので、お互いに譲り合って相互主義で進めるというのが大事だと、もう大原則だと思っています。ですから我が党候補を野党統一候補とするということもその協議の中では求めていくという立場で臨んでいきたいと思います。いずれにしてもこれは政権についての合意が行われるということを踏まえた上でそういう協議を始めていきたいということです。それからもう一点ですが、9月10日の TBS の昼帯において出演者の八代英輝氏が共産党はまだ暴力的な革命を党の要綱、要綱というのは共産党にはないので、これ綱領の間違いだと思いますが、党の要綱として廃止していないという全く事実無根のデマ発言を行いました。でこれはですね、この市民と野党の共闘を報じる中で、発言されたものであって、これは単に共産党のみならず、やはりこの市民と野党の共闘に参加している人々全体に対する、共闘破壊の、不当な攻撃だというふうに思います。実際広範な市民、あるいは文化人、他党の関係者からもこの発言には批判の声が上がっております。でそういう中で我が党としては9月10日当日に TBS に対して番組としての謝罪と訂正を求めました。で本日の番組でですね、 TBS は局として、訂正してお詫びいたしますという発言がありました。アナウンサーの方がそう発言をされました。しかしその後で、実際に問題の発言を行った八代英輝氏がですね、自らの発言が事実無根であったことを一切認めずに、筋の通らない弁解をするものであって、これ全く謝罪には値しないと、謝罪ではなかったと、謝罪になってないと考えます。でこういう発言をそのままその局のアナウンサーの訂正と謝罪の発言の後でそのまま流した TBS の姿勢もこれ厳しく問われることになるということを申し上げたいと思います。でそれとですね、同時にこれは放送、この間の報道全体について、これは TBS のこの番組のみならずですが、やっぱ今総選挙目前なわけですよね。で総選挙目前にして一政党の党首選びをですね、延々とこのね放送し続けるということがね、これは放送の中立性という点から見て看過しがたいものではないかなと。で同時にその中に野党について取り上げると、こういう不当なですね攻撃まがいのことを行うという発言が出ると
ということでね、これやっぱり許されないことではないか、もっとやはり公正中立な報道に、徹しないと、これは民意を歪めることになってしまうということを強く指摘をしたいと思います。朝日新聞の世論調査で、これはまだネット上での、報道を見ると、いろんなその、候補者の、自民党の総裁選挙の支持率とか政党支持率が出てますけど、私注目したのはこの世論調査で、安倍政権菅政権の政策を引き継がない方が良いと答えた人は 58% なんですね。で、引き継ぐ方が良いと答えたのは 28%、 だから6割近くの人はやっぱり安倍菅政治9年間この政治を引き継がない方がいいと言ってる。で、しかし実際にその今回自民党の総裁選挙に出てる方は基本的にですね、安倍菅政権9年間を支えてきた人たちであり、今ご主張されている中身を見てもこの今までの政策を否定するんではなくてそれを引き継ぐという立場の方ばかりなわけで、やはりそういう意味で言うと、こうメディアはね、やっぱりそういうこの日本の政治、この安倍菅政権9年間が果たしてどうだったのかと、でこれをどういうふうにですね考えるのか、どのような政治が求められているのかということを、それこそ公正中立な立場で報道していくのが、私はメディアとしての社会的な使命ではないかなというふうに考えます。ぜひそういう報道を求めていきたいというふうに思っています。私からは以上です。はい、いやだからまあ今言った通りで、本当にこう安倍菅政権を重要閣僚あるいは自民党の三役という形で支えてきた方々ですから、そういう意味での政策的にね、安倍菅政治9年間を転換するという方向性を持ちようがない人たちではないか。で、実際1年前には菅義偉と首相指名選挙で書いたわけだし、河野さんにしても、あるいは高市さんにしても、これは菅さんが総裁選に出ないというまではもうその総裁選に出るなんてことはお首にも出さなかった、要するに菅さんでいいと思ってた方たちですから、それは結局もうごくごくコップの中というか、もうコップよりも小さいおちょこの中ぐらいの争いでしかないということだと思いますので、今この総裁選挙で名前が上がっている人の誰になろうと政治を変えることは期待できない。やっぱりそのこの世論調査で安倍菅政治を引き継がない方が良いと考えている 58% の方の思いに応えるのは政権交代だと、共通政策で確認した方向で野党が結束をして政権交代を実現するのが圧倒的多数の民意に応える道であるというふうに思います。はい、普段出演の及川と申します。関連して、伺います。岸田さんは、新自由主義からの転換だと主張しています。ただ同時に消費税は下げない、プライマリーバランス黒字化2025年度目標も下げない。岸田さんの新自由主義からの転換という意見についてどう思われるかということが1点。あともう1点が、先週の火曜日、枝野幸男さんが初閣議で決定することを発表し、議事的な初閣議を行いましたが、その際の福山哲郎幹事長の会見で、共産党は政権に入れないと改めて述べました。この発言をどう受け止めるのか、以上2点お願いします。岸田さんが新自由主義からの転換ということを言われたことは承知をしておりますけれども、じゃあ安倍菅政治9年間のどこが間違っていたのかということを言わなければ、
どこをどう転換するのかを示さなければ、口で転換するというふうにおっしゃっても、それはですね、到底納得できるものではないと。だから中身として一体そもそも新自由主義的な政策というのは何なのか、でその新自由主義的な政策をその安倍菅政権9年間ではまさに推進してきたわけですから、この安倍菅政権9年間の経済政策は間違っていたんだということをおっしゃるんだったら分かりますよ。でもそういったことを一切おっしゃらずに、ただその一般的に言われても、それで実際に出されている中身を見ても、なんかあんまり今までと変わらない、具体項目としては、まあ、菅政権がやってきたような中身と変わらないようなことしかおっしゃってないなということで、親身は全くないというふうに思います。それから立憲民主党、福山さんがその後、枝野さんが会見を受けて、それで共産党は政権に入れないとおっしゃったんですね。まあ、その入れないという意味は、その閣内に入るか入らないかということも含めて、まあ、いろんな言い方があるかと思いますので、まあ、いちいちそれについて反応は私はしません。まあ、私たちとしては政権を閣内であれ閣外であれ協力すると、でその形態についてはお互いの一致点でやるということを言ってきたわけですから、そういう方向でぜひ合意を作っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、朝日新聞の横山です。はい、冒頭に述べられていた八代市の発言についてなんですけれども、今日の番組内で八代市は私の認識は閣議決定された政府見解に基づいたものでしたとして、まあ、申し訳ありませんでしたとしているわけですけれども、まあ、先ほど、これは謝罪に当たらないと言われました。その、まあ、理由ですね、なぜ謝罪に当たらないのかという説明になりました。いや、だって八代さんはなんだっけ、党の要綱として廃止し、暴力革命を廃止してないって言ったわけですよ。要綱って綱領のことだと思うんですけど、要するに全く事実にないことを言ったわけですよね。でそれがどうだったのかということについて一切触れてないわけじゃないですか。でそれでなんか新たな問題を持ち出して、まあ、弁解ですよね、これね。でしかもその閣議決定なるものは我々厳しく批判してきたものですから、到底我々としてそれを言われたから納得できるようなものではない。問題は暴力的な革命の方針を持っていると、まだ暴力的な革命というのを党の要綱として廃止していないという全く事実無根な発言を公共の番組で言ったわけですから、それが事実でなかったということをちゃんと言ってもらわなければ、これは謝罪にならないと、訂正にならないと思うんですね。でそのことについては一切触れてないわけですから、まあ、だからこれはもう謝罪ではなくて言い訳でしかないということだと思います。だきちんとやっぱりその自分が言ったことに責任を持ってほしいと、まあ、結構ね多くの人が見てる番組だと思いますので、やっぱりそれが事実無根であったということを認めるということがまず前提ではないか、それを一切触れなかったということですから、これは謝罪ではないと、訂正ですらないと。はい、それちょっと大きくは関連するかと思うんですけれども、TBS は訂正、謝罪と訂正したけどね、うん、それに関連したの敵の出方論のところについてちょっと確認をしておきたいんですけれども、うん、この表現については2004年以降は使用していないということを、まあ、今年 の99周年の創設立 の講演会であったり、三中法で、まあ、表明をされたわけですけれども、この敵の出方論については撤回をされたということなのか、まあ、撤回というか、要するに敵の出方論というのは別になんか場合によっては暴力的な、非平和的な、非合法的な対応をするということではないと、これはあくまでその社会を変革していく場合は我々としては合法的平和的な、ね、方法で進んでいくということを言ったものであるにもかかわらず、なんか敵の出方っていうと場合によってはその非平和的なこともねやるのかという誤解、あるいはそのねじ曲げが行われてきたっていう経過がある用語なんですね。まあ、ですから2004年以降は使っていないということと、まあ、今回もこれは使わないということを明確にしたということですから、まあそういう用語を使わないということはもう用語としては撤回したということになるかと思います。ただそれがその何ていうか意味としてはもともとそういうことだったということですね。その別に暴力的な意向があり得るとか非平和的な手段を取るんだというようなことを言うものではないということだということです。はい、重ねてほしいんですけれども、その2000年に使用しないことを党内的には決めていて、
である意味、まあ、20年近く経って今年になって、まあ、そういうことですというのを対外的に表明されたということだと思うんですけど、そのこうあの時間が空いているのはどういう意味ですか。まあとにかくもうこの用語については使わないようにしようということにはなっているとなっていたと。ただそのまあそれを使ってねじ曲げて攻撃するようなことがこの間あったので、やっぱこれはもうそういう余地は一切なくそうと。だからもう使わないということを対外的にも明確にすることによって、まあ、公安調査庁なんかその文言を捉えていろんなことを言ってるわけですから、もうそういう根拠はないということははっきりさせようということです。野党共闘のまあ攻撃が強まっているということの背景にあるんですか。まあ、野党共闘ということをとは関係ないと思いますけどね。ただそのやっぱり共産党に対してやっぱりこの、まあ、なんていうかな、この共産党がそのこう支持を広げていくってことに警戒感を持っている人たちが、まあ、あらぬ全く事実無根の攻撃を始めているということがあるから、やっぱりそれに対してそういう余地を一切なくすということで明確にするということですね。はい、その話に戻るんですけども、はい、まあ、今あの自民党内はですね、あの総裁選の動きが活発になっていて、今週も今週も挨拶回りですとか、さまざまな動きがあります。一方でコロナでですね、あの医療逼迫の状況は変わらない状況にあります。まあ、この状態について小池書記局長はどのように思われているか。まあこのねコロナでまあ未だにやっぱり感染者広がってるわけですし、新規感染者減ったとはいえ重症患者は未だに高止まりという状況が続いていますし、まあ、あの医療機関に入れず亡くなる方も出てるわけですよね。であるいは長期間にわたる休業要請によって店を閉めざるを得ないという店も出てきてるわけですよね。そういう時に党内闘争、まあ権力争いですよ、言ってみればそんなことをやってる場合かと。まあ、これは繰り返し言ってるように、やっぱり国会をね開くということで、やっぱり国会が国民に対する責任を果たすべきだと。自民党の総裁選挙をやってる場合じゃないんじゃないかというふうに思います。それが多くの皆さんの声ではないかなと思います。しかもさっき言ったように、まあ顔ぶれを見ても新しい政治が生まれるようなものではないということではないかと思います。はい、フランス戦モニです。まあ、先週も聞きました、今日も小池さんおっしゃったわけですが、自民党総裁選の報道について、まあ、NHK さんは野党の方もちゃんと取り上げてますし、枝野さんの初閣議の後は朝日新聞さんは翌日1面、東京新聞2面というので、まあ、新聞や公共放送は割と、その矜持を、報道の矜持を守った報道をされてますが、まあ、ワイドショーですよね、問題は。あと報道も民放のメディアに、石破さんなんかまだ出馬するかどうかも分からない人が、テレビを歩いていると。まあ、改めて現状の報道についてどう思うか、総裁選報道についてどう思うか、お考えをお聞かせ願いますか。まあ、さっき十分言ったんじゃないか。まあ、ああいうこと以上あんまり、ああいうことです。はい、公正中立な報道を求めたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、フランス連合ですけど、市民連合というのと、一応4野党ですから、ね、集まって、まあ、皆さん、何時か会いましたけど私のところは杉並区8区なんです。3名立って立つ予定で、これが、こういう事例っていうのは、まあ、いろいろ合わせて自民党の石原さんなんかの一騎打ちが現実の形になる。しかしこれあれですよ、個人名で多少ばらけたりすると、要するに令和の人、それから共産党、そして立憲、こう分かれますと、こう肉薄しているような状況なんですけど、全く勝負にならない可能性が出ている。でこの選挙事例っていうのはおそらく他にもあると思うんですね。官庁に関するで、こういう問題に関して、その要するにまあ小選挙区制にその問題があるということをちゃんと有権者が分かっているんです。それからお互いが
ここでこの地域では誰に入れたらいいのかとか、そういう本当に現実的なその連絡網っていうのは、どこぞの政党はね、あの文化会館に集まって、今回はこの地域は自民党のなんとかさんに入れてくれみたいな、ちゃんとこう緻密にやるわけですよ。票移動だとかしちゃう。こういうようなことに関して共産党は多少その戦略っていうか戦術っていうのあるでしょう。あのその点はね、あの冒頭でちょっと私申し上げ、その時いらっしゃらなかったかもしれないですけど、まあ、あの要するに一本化をしていくということの場合に、それはあのお互いにやっぱり譲り合ってということがなければいけないというふうに思ってますので、まあ、できるだけその競り合っているようなところはね、私は候補者を一本化する努力をしていくべきだと思いますけれども、共産党だけが一方的に下ろすということでは、これはね、あのやっぱりお互いの力が出ないと思いますので、まあ、そういった、まあ、相互に支援し合うような形にできるだ限り、まあ、今ご指摘のあった選挙区なんかも含めてね、あの努力を、これはあの私どもだけじゃなくて双方努力をしていくという課題ではないかなと思っています。東京さん、今日ズームが結構、はいはい、ズームの方でどなたか いらっしゃいますか。いいですか。あ、では先輩さん、県の原です、はい、本日もよろしくお願いします。冒頭からあの話題にされました TBS でのね、スピード発言の件なんですけれども、その TBS アナウンサーが謝罪された後に、スピードさんがその謝罪に新しい発言をされた、まあ、謝罪でなくて、まあ、訂正にならない、謝罪にならない、訂正にならないということを言われてましたけれども、それでその他の件については、改めて、その植木広報部長名で、TBS なり、安弘さん宛てにその抗議されたというのか、あるいはもう、とりあえずこの、特徴の、この記者会見でのご発言で、何て言うんでしょうか、まあ、とりあえず、党としての、反応を示されたということなのか、今後の対応について、はい、9月10日に広報部長が、まあ、TBS に対して、謝罪と訂正、番組としての謝罪と訂正を、まあ、求めたわけですね。で、今日あのアナウンサーの方は局としての謝罪と訂正ということは述べられたというふうに受け止めています。ただ先ほど言ったようにその後でそれを、まあ、ある意味ぶち壊すようなことをおっしゃったという経過ですから、まあ、あの一応その広報部との関係ではこちらが申し入れたことについては答えは返ったということだと思いますが、その後そういう発言があったということを踏まえて、まあ、今後どう対応するかは改めて検討したいというふうに思っています。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、じゃあ終わります。